本堂がないみたいな。へえ。本当に本堂だけで、うん、で行くとなんかなんだろう、係の人のお参りの仕方を教えてくれる。へえ。特殊なお参りの仕方があるのかい。そう、初めてだわ。涅槃のところは全部そのお参りの仕方ってこと？ここだけ？わかんない。私他のところ行ったことない。ユリが咲いている。どこだ？こっちだ。クローズって書いてあるぞ。こっちだろ。参拝料、大人1人500円。じゃあ、ただいまの時間はこの先。よいしょ。なんだろう、これ、見晴らし台かなんかなのかな。何も見晴らせない。お水もあるんだね。お茶にこう1人5本ずつ2人って感じ。5本ずつ。よいしょ。お線香どこですか。あ、そこにある。はい。こっちになったかな。お写真ですが、お釈迦様の目の撮影はご遠慮いただいておりますが、参拝後に人が入りましての記念撮影などは構いませんのでよろしくどうぞ。はい。5本ずつ。ありがとうございます。こちらのお釈迦様は80歳で亡くなられた時のお姿で、昭和57年に建立され、体長16メートル、青銅製で30本ございます。特に足腰にご苦労いただいております。お参りの仕方ですが、無名尊僧と申しまして、インド古来よりある来訪です。魔女線香は5本まとめて立ててお供えください。あちらの石の高台の四隅にろうそくがございますので、火をつけてご利用ください。この次にスロープのかかった10センチぐらいに見える低い台座のところで合掌し一礼します。合掌したまま台座を左手方向に、このようにしてまっすぐ